手始めに。料理その基本は食材を可愛がること。まずは肉の下ごしらえから始めていこう。肉は軽く叩いておくと肉の繊維がくすぶり柔らかくすることができる。軽く塩をまぶし、さらに外出できないストレスを隠し味にすれば肉の下ごしらえ完了。玉ねぎは繊維に沿ってくし形に切る。繊維を断ち切ると辛み成分が出るから控える。硫化アリル、なかなかの血気術だ。人参と玉ねぎ、今回は2つともしっかりと皮を剥こう。料理食材一つ一つにしっかりと向き合う。食材の声を聞くことが大事。よく料理人がキャベツの千切りをすごい速さで切るのを真似する人がいるが、食材を切るのはスピード対決ではない。やることはしっかりと切る。速さを求めず下まで着実に切れているかどうか。私も基本は使わなくてはな。料理の呼吸一の方猫の手。食材を切り終わったら次の工程、火をつく。具材をすべて鍋に入れる。昭和25年に登場し、今や食卓には欠かせないルーを入れたら、鍋の中で生まれる旨味の化学反応。さて、この料理も最終工程、煮込むだ。煮込む工程は温度や時間によってグルタミン酸の抽出量が変わる大事な工程。普段は禁物。温度は70度を切る。雑味がこもらないように蓋をせず、ふつふつ30分。食材を可愛がるように、焦がさないように、私の愛を注ぐ。具材にスッと箸が通るようになったら、私のカレーは完成。美味しそうに見えるか。食べたいか。よかある。私のカレーをふんだんに分けてやる。